演舞開演。どうも皆さん、トリックオアトリートというわけで、昨日に引き続き今日も行きますよ。ミスタードーナツのハロウィンドーナツ、残る3種ももちろんいただきます。さーて、今日はどんなこちらはどんなお味なのかな。まずは昨日同様、こちらのジャックオランタンさんからいきましょうか。こちらは一応でレディーということなのですが、女性なら可愛くはなりませんよね、さすがに。では断面図は男性とあんまり変わりませんね。ではいただきます。続きましては、こちらの白いポンデ君。あ、この子もよく見ると可愛いけど、やっぱりちょっと怖さはありますね。あ、ダメだ、割るとチョコレートが落ちそうなのでこのままいきますね。ではいただきます。はい、ではラスト、こちらの細長いミーガク。この子名前募集中らしいんですよね。紅茶のマンマンということで、体にいいドーナツのバリエーションなんです。なんか一番ミイラっぽいですね。ではこれもチョコレートが崩れるというなのでいただきます。最初に食べたジャックオレディはランタン、ジェントルマンに比べるとちょっとストロベリーチョコレートの存在感が弱く、もう一押し欲しかったなというような感じです。甘酸っぱさはあったのですが、苦味に負けてしまっている感がちょっと否めませんでしたね。なのでこちらの点数とさせていただきます。可愛さはまあ同じぐらいかな。2つ目に食べたポンデ君は、ポンデの安定したもちもち生地と外側のホワイトチョコレートのシュガーコーティングが持つ程よいバランスになっていて、噛めば噛むほど甘みが広がって美味しかったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。そして最後、名前募集中のミイラ君。あのミイラ君の上のホワイトチョコレートはミイラ君のポンデリングと同じような感じなんですが、中の紅茶の風味はとっても生きていて、噛んだ瞬間にふわっと広がってきました。そしてカロリーも1コーガの中では一番低い、一番カロリーが低いのにこれはすごいなということで、こちらの点数を差し上げます。なので今回のドーナツの中で一番自分的に美味しかったのは最後のミイラくんドーナツですね。この子にいい名前つけてあげたいです。そして自分がいた店舗だけなのかもしれませんが、現在行ってみた店舗でこのように楽天のポイントカードを提示すると電子書籍をプレゼントするカードキャンペーン、並びにこのようにドーナツドリンクが割引になるキャンペーンが開催されていました。現在ドリンクの方もハロウィン仕様で、なんだか可愛い方というか怖いというか、そういう風になっていますので、興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。心のない蛇が潜むか我が心、私の心の中には鬼か蛇がいるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。